はインフィニットストラトス2イグニッションハーツを取り上げます。お話しいただくのは 5PB の木村慎二郎さん、そしてオーバーラップ宣伝担当ミスティさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。5PB の木村慎二郎です。慎一郎になってますけど慎二郎です。よろしくお願いします。あー減った慎二郎ですか。一本少ねえんだ。どっちでもいいよ。今どっちでもいいんですけど。よろしくお願いします。そして、はい、オーバーラップの宣伝担当してますミスティと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でそれコスプレ。え、いや清掃です。あ、清掃なの。人前に出るときはやっぱちゃんとした格好でと思ってまして、いつも ねいつも清掃をね。なるほど。このめんどくさいキャラで行くわけですね。はい、じゃあ先行きましょうかね。行きましょうかね。はい、はい。そしてですねコメント DJ Twitter DJ はナッキーです。お願いします。お願いします。頑張ってよ。後ろでやっていいよ。後ろで別の場合です。後ろいいよ。年内最後もこんな感じで行くんです ね、はい、いいコメントがあったらそこお願いします。はい、それでは早速ですがご紹介の方お願いします。はい、じゃあまず私からちょっとアイスという作品をそもそも、ね、ご存じない方もいらっしゃるかなと思うのでちょっと今更ではあるんですけど、はい、改めてちょっとご紹介をさせてもらえればなと思います。インフィニットストラトスという作品、もともとライトノベルですね。はい、ライトノベルが原作の作品でして、はい、このアイスというのが飛行パワードスーツなんですよ。でメカなんですけど、はい、そのメカを女性しか操ることができない、操縦することができないっていう世界で、はい、ね、その飛行パワードスーツがすごくパワーがあるので女性の方が社会的に有利な立場になってるんですよ。まあ、女性しか扱えないんじゃそうなっちゃいますよね。そうなんですよ。で、その IS を操縦する学生を育成する学校があって、それが IS 学園っていう作品の舞台になるところなんですけど、はいはいはい、その IS 学園では、まあ女性しか扱えないのでほとんど女子校状態なんですが、はい、唯一一花っていう男の子だけが IS を操縦できてしまったがために、はい、おかしいじゃん。そうなんですよ。どうなっちゃってるのそれ。美味しいシチュエーションになっちゃうわけですよ。おかしいよそれ。一花っていうのは男の子ってことですか。違います。なんか今違う子でしたよね。娘の方。あ、というわけじゃないんですけど、がっちり男性出すはず、出すはずです。なんでしょうね。そうなんです。掃除できてしまったがために、たその IS 学園に一人だけ男の子が入ってしまって、はい、まあ、その女の子たちとね一緒に過ごすんでいろいろ無夫婦な展開があったりとかね。それはもうハーレムに決まってんじゃん。そうなんですよ。わっきゃわっきゃじゃないですか。そうなんです。だからそういうラブコメも楽しんでいただける作品だし、その IS でのメカバトルがすごく激しいんですね。へえ。その IS っていうのが、まあ、普通だとメカってこう乗っちゃうから顔も見えないし、はい、体も外からと見えないじゃないですか。まあそうですね。IS はその体にこう一部にこうメカがくっつくので肌が見えちゃったりとか、ね、らら表情が見えちゃったりとか。いいことだらけ。そうなんですよ。そうなんですよ。ちょっと今日チロパルトは親父臭い。横の人はちょっと気持ち悪いですけど。臭いお前は。いやいやいいことだらけ。そうですね。そうです。ちょっと今こっち見れなくなっちゃった。ダンチしていきましょう。面白い顔してこっち見えなくなっちゃったんですけど。まあ、そんなね IS メカバトルも楽しんでいただきつつ、うん、ラブコメも楽しんでいただけるという作品になってまして、はい、今ちょうどねアニメがオンエアが10月からやっていて、ほとんどの曲が今最終回を迎え始めてるんですけど、ブルーレイ DVD なんかも出てますんで、ぜひこちらもねチェックしていただければなと思います。はい、そして今回そのゲームが、はいはい、出るということなんですね。二郎さん、うん、ね、新二郎さん、二郎さん、はい、インフィニットストラトスの初のゲーム化ということでですね、はい、2月27日に、発売予定、プレイステーション3とプレイステーションビータ。おお、じゃあ手持ちもできるんですね。そうです。で、初回購入特典としてですね、はい、世界ダウンロードコードがついてきまして、はい、バスタオルと水着の着せ替えができる。おお、バスタオルって巻くってことですか。そうですね、もうほぼ着せ替えじゃないんですけど、それは服なのかって感じはしますが。服じゃない。バスタオルに着替えて、 PS3 だと、バスタオルに着替えて。バスタオルに着替えるんだ。そうですね。あ、言ってることが変態だね。もうビータの方は水着に。まあ水着は着替えだけどね、バスタオルに着替えろって言ってること完全に変態だけど、着替えじゃない。すごい嬉しい、うん、これセロ結構上。セロはそんなちゃんと真面目なゲームなんで、もう C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 
まあ、真面目っちゃ真面目、ギリギリな世代な。まあ、だがそこ、それがいいです、ね、はい、で限定版、ね、限定版特典にはこのシャルロットと黒猫パテマの SD フィギュアとサウンドトラックがつきます。こちらもこれ超可愛いね、すごい出来ですよ、はい、ちょっとペロペロしていいかな、お願いします。いやいや、ダメですダメですダメです、ダメです、ダメです。ペロペロするためについてんだよ。いや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 、なんだよ。で今この厳しいな今日。このバックに流れている曲もですね、新規にゲーム用に作っていただいた、はい、クリファイアスミナリさんの、はい、主題歌と、さっきのくどい CM ね、なんでここすいません、何回も何回もすいません。この CD も3月1日に発売するので、こちらもよろしくお願いします。こちらがカレーションという主題歌のタイトル。カレーション、あーカレー臭だった、カレー臭ではない冗談ですよ。しかもあれなんですね、エンディングテーマも含まれたインフィニットストラトス2のイグニッシュハーツの主題歌集の CD が、そうですね、それが3月1日発売で、ヒロイン5人が歌ってるエンディングも新規の主題歌になってます。はいはい、ね、そして今日はそのゲームの方の画面を見せていただけるんですよね、うん、はい、じゃあゲームを見ながらちょっと説明させていただきます。はい、ジョルさん、それコスプレですか。これですか。これ清掃です。あ、もういいや、もういいや、そのくだりもいいや、進めよう、進めよう、ごめん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 。こっちが男の格好、制服、ジャージってことですか。そうね、シャルの、はい、普段着てるジャージなんです。そうなんですか、はい。これも武器になるの。これは部屋着です。部屋着普通の部屋着です。プレイしましょうか。プレイゲームを説明要するにコスプレだった、うん、要するにコスプレだった、はい、そうです、はい、コスプレ、コスプレ、はい、じゃあまず行きましょうか、まあ、普通のアドベンチャーゲームでして、これは朝のシーンです。始まりです。うん、爽やかそうな朝チュンだ。そうですね、朝チュンではない。そうですね、男の子の主人公は喋らないですが、うん、なんか今プニって音しましたけど、はい、ねえ、プニプニ、あら、え、これが C なの。それ C、 まあまあこれから隠してるの目だけだから。着てるのは目だけ。本当だ。あ、でも彼女たちは喋るんですね。驚くことか、ここは私たち夫婦の寝室。女の子はフルボイスで、男はボイスなし、はい、ボイスなしで、そこはもう自分が一からの気持ちでプレイしてもらうってことでいいんですよね、木村さん。そうです。あ、別にいいだろう。お前は私の嫁なのだから。嫁って言ってますけど。嫁？え、結婚してんのこれ。この子はちょっと間違った日本文化を覚えちゃったので、好きな人のことはもう嫁というものだと思ってるんです、ね。ああ、それはでもオタク文化でもそうですからね。ただそれは女性に対して嫁っていうものだね。そして今イグニッションっていうのが、はい、嫁の言うことにも一理。これはですね、ヒロインたちに、はい、主人公が嬉しい対応をするとイグニッションポイントというのがたまるんですけれども、こちらがたまっ、はい、アップしていくと、たまっていくと、うん、まあ、それぞれヒロインたちのルートに入れる、ね、夫婦の問題を解決したところで、これをどんどん貯めていきたいんですけれども、一角ってアニメでもそうなんですけども、うん、はい、結構天然というか女の子に対して当変僕なところがあってですね、うん、はい、そんな当変僕な対応をしていると今度はストレスポイントが溜まっちゃいます。あんまいきなりちょっと寝技かけられちゃってます。全裸で寝技って幅色面積が多いな。これ全裸で全裸で寝技だよね。体が鈍っている腕ひしぎ逆重心状態ですか。ありがとうございますって書かれてる。ありがとうございます。かけられたいって、これ技的には股の間に腕挟まないとできない技ですけど、まあ、結構危険な技でもありません。ほんと C これ遠慮するな。さ始めるぞのはずのはず、あんまり言わない。あんまりそこは突っ込むな。もうきちんと通ってますから。起きてる、入るよ。他の子たちがおはよう、はい、イチカ、あの子は急にごめん。どうしたシャルロット、夫婦の寝室に踏み込むなど無作法な。っていうかもう2人で住んでんだ。2人で住んでないんです。あ、住んでないの。押し入って勝手に寝てちゃった。あら、 あら見ちゃった。あ、この子があのフィギュアのシャルちゃん。そうですね、シャルちゃん。あ、いちかの部屋なのね、ここは。 そこに嫁だからってことで勝手に来て寝てたっていう設定なの。そう、しかも丸裸で。丸裸でやるゲーか。ほら、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 ほら
まあまあギャルゲーの王道も踏襲しつつ、なんか私悪いことしたみたいな、そういうことしないですよね。しないですよね。いいんですか。いいんですよね。まあ、朝の訓練はどうした、寝坊でもしたのか。ヒロインたちがたくさんいるモテモテの位置かと思った。いっぱい来るんだね。いっぱい部屋に朝から入ってきます。男一人だけだからさ、どうしようこんななっちゃったら。俺もう喋れないでしょ逆に。まあ、どうしようこれ。朝ごはん一緒に。おひだくさん、どうしよう。一人だって裸でしょ。どうしようミスティさん。今これどうどうだ、あ、まだやられてる。どうしようこれ。ごめんなさい、ちょっと気持ち悪い日か。いや、どうしよう。テンション上がってますね。ジュクシュ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 。殺そう。まあ、こんなゲームの始まり早々。あ、本当だ、これがインフィニットストラトス。これが殺そう。もう殺されかけるっていう。普段は、ね、アクセサリーとかにこうしまわれてるんですけど、はい、もう自分のこう好きな時にこうやって展開することができる。おー、よし殺そうって、これ竹坂さんがモンハンやる時のやつじゃないですか。はい、違います、いつも言ってるやつ。あの人狼ゲームとかでもよく言いますよね。あ、そうですよね。幅広い言葉ですね。では今度は、ご褒美イベントというのがありますので、今のこれで終わりね。はい、あ、ロードしちゃうんで、ね、うん、気になるのに、さっき労働する画面のところに2人女の子が表示があったんですけど、はい、こちらがイグニッションポイントとストレスポイントというのが表示されてまして、ストレスポイントが溜まりすぎると今度は強引なパッションイベントというですね、お仕置きイベントみたいなものが始まっちゃう、ね、いい響きだよ、嫌いじゃないよ、お仕置きイベント。いいよ。でここでキャラを選択するとここで、好きなキャラのご褒美が見られるという。この子行きたい、かわいい、うん、でもストレスが溜まってるとファッションイベントに行っちゃうんです。なんか違う人の入り込まれちゃったわけですね。入り込まれちゃうんですね。あれ、このシャルロットが、そうですね、シャルちゃんのストレスがいっぱい溜まっちゃってて、はい、このファッションイベントで強引にいちかくんを連れて行っちゃう。山でたどり着けない。困る。困る。ちょっと待って、なんかちょっとどうしたらいいですかね。あ、ガムシしていいんですよ。大丈夫です。困るなぁ。そんな強引は困るよ。一番困るのは千代丸さんの扱いです。はい、はい、何の拍手だ。おかえりなさい。これどうしてこんなことに。かなりフラストレーションが溜まってるんで、普段真面目なシャルちゃんなんですけども、うん、結構強引な痛いこともしてありますね。みちかちゃんは結局誰と本当に付き合ってるの。誰と付き合ってるという認識もないと思う。いつもね、のらりくらりとしてて、残念なんですよ。まあ、当変僕って言われてたぐらいですからね。だから待ってよ、微妙に僕との距離を開いていかないでってば。本当だ、怒ってる。みんな必死なんですね。そうで、ちょっとここら辺スピードが長いんで、なんか留学生の子だから、あ、いい、そうね、おいしくないとこは飛ばしてもらっていいんですよ。よりおいしいところだけ見せてもらえる。おいしいところ、うん、これはもう若奥様ごっこをしたくなったっていう、うん、あら、どんな、なんか時々あるよね。いや、うん、こんなこともしてみたいっていう、ね、気持ちあるんですか。まあ、相手がいればそんなこともあるんだ。そうなんだ。みんなないよって書いてますよ。ないですか。でもあるある派も結構あるか。みんなほとんどぼっちだからね。いやいや、それは分からないで。僕が若奥様、いちか、うん、若旦那様。若旦那様ね、うん、すごい幸せそう、シャルちゃん。いちかくん人がいいんで結構付き合ってくれますね。こういう痛いことにも付き合っちゃう。優しいですね。わあ、おかえりなさい、あなた。ごっこ始まっちゃった。今日もお仕事お疲れ様でした。うん、学生でしょ。上着とカバンをお持ちします。いや、ごっこだから、名人。ごっこだから行けず、うん、うん、素敵。今日はどうなさいますか。でもこんな可愛い子とこんな、ね、お食事になさいますか。ねえ、うん、それともみんな可愛いんだもん。お風呂になさいますか。月火水木金土日で7人いれば最高ですね。そんな考え方がいやらしい。ヒロインは7人いますから。うわー、もう曜日別に変えればね、日替わり彼女、喧嘩しないで済むじゃんね。うわー、しかもなんかすごい発言しましたよ。シャルだなんて、さっき
急に名前で呼ばないでください。あなた、お付き合いしている頃を思い出して照れてしまいます。ボイス聞いちゃいますねこれね。聞いてたくない。それでまあ、あなたったらお食事、お風呂、それとも隣の鹿さんすごい嬉しそうなんですけど、どうすればいいですか。学生が私なんてでどうするって言って選べるんですか。いやこれじゃあ一番下、一番まあこれから先はちょっと時間もなくなってきたので、はい、ゲームあるありますか。あるんですか。とりあえずなんか関係出てますね。この時のためにニコ生の延長っていうのがあんだから。それでは告知の方をお願いいたします。なんで終了。ほら時間ないですから。何この中途半端なエロゲか。来年まであと4日あんだよ。そうだよ。すごいいいところで、ね、じゃあゲーム買っていただいてね、来年ね、はい、せめて風呂ぐらい入れさせろや。なんだよ。はい、では告知の方お願いします。はい、では、29日から始まるコミックマーケットというのがあるんですけれども、うん、はい、オーバーラップさんのブースもありまして、で、はい、こちら 5PB ゲームスのブースでも、はい、インフィニットストラトスのグッズを販売しております。はい、では 5PB ブースではですね、はい、こちらのビッグタオル、大きい、こんな大きいですね。こちらもバスタオル、バスタオル柄のバスタオ ル, バスタオル、なるほどね、うわ、何がなるほどなんだ。あ、これ5人ともいる。そうですね、メインキャラクター、ヒロインが、うん、と、こちらのスポーツタオル、マイクロファイバータオルっていうんですかね。こちらも、5人分用意しております。なんと、じゃあそれぞれ自分の嫁って思うキャラクターを。そうですね、あ、いっぱいいます。あの、畳まれてるんでいまいちよくわかりませんが、はい、手触りがいいね。そうですね、そうなんです、すごい気持ちいいですよ。こっちもね。そう、ふわふわです。手触りがいいわ。あ、名人、そこ吹かないとわかんないもんね。ここは一番言うから。あ、そんなところ吹いちゃう。感度が高い、ね、最高、もう、ね、そうそうそう、うん、あ、変なとこ吹いてねえだろ。しょうがないよ、結構。あともう一個、缶バッジも販売しておりますので。テレビから全部販売してるよ。すごいこと、すごい、すごい目力ですよ。あけこさん、あれ頭だからね、名人の。頭です。別にエッチな部分じゃないんだよ。頭の穴。どうなの。はい、もう大丈夫ですか。はい、大和田さんのブースもございます。はい、今日あの、私は明坂さんと一緒にこの会を進めるってことを大事に、ね、大事にましてね、頑張りましょう、頑張りましょう、頑張ってね、うん、じゃあですね、あの、今ちょっとお話しいただいたオーバーラップのブースでも販売するものがありまして、じゃあですね、まず白セットってものなんですけど、いはい、うん、インフィニットストラトスブースありますこちらの、うん、左ケース、あ、すみません、こちらのケースに入れてですね、はい、のアンソロコミックだったりイラスト集だったり、はい、ね、あ、アンソロってことはいろんな方が、そうなんです、アイエスについて書かれた、はい、なんてことですね。多数の漫画家さんにコミック書いていただいてまして、イラストブックもすごく大勢のイラストレーターさんにイラスト書いていただいてますので、ぜひ中身チェックしてみてください。あと、あの、ストラップ型 の, あのカードとかもね、かけられるやつもついてますんで、ネックストラップもついてますんで、はい、こちらはあの先行販売なんで、後日オーバーラップウェブショップでも販売しますが、いち早く手に入れたいという方はコミケにぜひ遊びに来てください。はい、はい、あとですね、もう一つコミケの会場で同じく販売するのはこちらが、でかい赤セット、わー、ショッパー、はい、大きなショッパーになってます。7人のね、うん、これがさっきお話しいただいた7人のヒロインの女の子になります。で、この中にこのアニメグラフっていう大きな、ものすごい大きな読み物、読み物、これ読むんですか。そうです、大変だこれ。あ、すみません、中に電車で読んだら大変なことになる。大変、新聞読む感じでね、皆さんぜひこれ、等身大キャラクターファイルって書いてありますけど、そうなんです、中にあのキャラクター紹介のページがあるんですけど、もう本当に顔が迫ってくる、顔が迫ってくる感じでこう見られますんで、ぜひご覧になってください。あとですね、ごめんなさい、もう一つ、はい、この中にあるんだ、すいません、もう一つあって、はい、あ、ありがとうございます。等身大なんだこれ。そうなんです、中がね、もっと大きい。ちょ、何してんすか。チュッチュしちゃダメですよ。あれはあの、今ね、セットされちゃってるんですけど、7枚、はい、あのクリアポスターがセットになってますので、このクリアポスターと、あとこのアニメグラフトが入って、はい、ショッパーの中に入っての赤セット、これは会場限定販売になってますんで、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。
以上ですか。はい、はい、以上です。じゃあそうなったらなんかください。あ、ほら、そこがありましたよ。お、はい、ゲーム中のコメントでした。ラウラが出てきた瞬間、あー、うわーと興奮のコメントが多かったです。寝技の時には羨ましいとかありがとうございますというのが多かったんですが、うん、まあ、告知に入った瞬間のタイミングが、まあ、番組としては美味しかったんですが、そこでっていう感じで、とか、あ、結構厳しいとか、2ヶ月後かこの後はとか、買わなきゃいけないっていうコメントが多かったです。はい、ありがとうございます。やってください。ガンガンお金を落として、シャルド楽しんでください。ガンガンお金を落としてって、はい、言い方だな、それな。はい、はい、じゃあ、高橋名人に、うん、なんかちょうだい、なんかちょうだいと言われちゃったので、うん、こちら、今紹介していなかった、うん、IS シュガー&ハニーでですね、12月の25日発売になったばっかりのコミックでして、うん、そのヒロインの中のシャルにスポットを当てた、スピンオフコミックになってますので、こちらをじゃあ1名様に。わー、はい、じゃあ2ヶ月間シャルと共にできない方々は、ね、あれを読んで、そうですね、うん、ぜひそれまで待っていただければと思います、うん、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、8時台のメーカーさんいらっしゃいでは、インフィニットストラトス2イグニッションハーツを取り上げました。お話しいただいたのは 5PB の木村慎二郎さん、そしてオーバーラップ宣伝プロデューサー、宣伝担当のミスティさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。